トンネル行く？え、トンネル越えてからダムやなかった？トンネル1個越えたすぐ、なんていうの？これやん。出口に、うん、曲がるところがあるから、そっち行くのか、あの1個、2個、3個とトンネル続いてるから、それを。あのトンネルやなかったら一番怖いなって。あなた2番目って言ったよ。これ1番目？うん。ここやったんかな、声が聞こえるっていうやつ。本当進まんな、この車。やっぱしここやぞ。およそ300メートル先、目的地です。トンネル行ってから、あ、ここへ来てからトンネル行くと怖い体験ができる。夜な。ほーん、これよいしょ。どうだろう、さっきの公園地区のところまで歩く系かな。じゃだったら向こうに止めた方が楽やった。文句しか言わねえ。よいしょ。はい、こんにちは。はい、じいちゃんはんです。はい、ここどこ？ここどこ？あのダム、あのダム、あのダム、あの暗すぎて動画では全然なんていうの、下見も何もなかった。あれや、あのダムです。ダムです。61年にできたこのダムは、昼間はバス釣り、紅葉などが楽しめる憩いスポットだが、近くに明かりのないトンネルがあり、エンジンが止まる、女の叫び声が聞こえるという噂がある。男の叫びは聞こえないんですね。叫んでいいよ。聞こえるやん、向こうの人にとって。いや、でもね、まあ、昼間は、まあ、普通の景色のいいダムね。ダムね。ちょっと行きた。そんな感じですね。2005年12月2日、このダムのすぐ近くの谷底で白骨死体が見つかっており、未解決事件となっている。なんてこった。前回写真撮ったのこの辺だっけ？このなんか座るやつがあったっていうのは覚えてる。違うんですよ。あっちやって。あっちか。まだ向こうか。なんだ、車持ってきたのが楽じゃね。止める場所ないや。うん、匂いはっていうとなんか、うんこ臭い。野生動物？野生動物なんだろうな、この匂いは。まあ、普通にこんな感じか。なんかやばいもん感じたりしない？まだ。全然。あと何も言わんもんな、そういうの。全然。ていうかさ、ここ、竹とこしかねえな。そうね。見晴らしはいいね。絶景かな、絶景かな。夜景撮りに来ようよ。星とか。違うな。めっちゃよくない、見晴らし。この木邪魔やな。サムネ用になんかいい写真が欲しい。この木邪魔の木、邪魔気になる木。うん、本当気になる木だわ。まあ、あのダムです。あのダムです。あのダムです。またこれ夜来ることになるのかな。今度はあれだよ、夜。うん？トンネルのとこも歩いてさ。おお。あ、してる。はい、今からね、トンネル。ほい。あ、そうか、トンネル行かないといけないな、うん。トンネルにちょっとね、昼間もちょっと見に行っていきたいなと思って、今から行ってみます。まず1個目のトンネルよりか2つ目のトンネルが、うん、ムイ君の薄いデータの中で2つ目がすごいということで、あなたが言うたんやで、前回の動画で。うわー、俺のせいにぶん投げた。そうだよ。これ一番やばいな、このトンネルが。2番目かな、うん、これ一番やばいぞ。おお、ひどーい。
さあ、ここが2つ目のトンネルやね。お、いっぱい飛ばしてきとるよ、田舎もんが。使うからな。使うなよ。はい、ここが、2つ目。数を数えながらクラクション鳴らしてみましょう、今度は。ああ、そうすると反響でクラクションの音が聞こえます。何も聞こえてないんだけどさ。幽霊反応すらんやんけ。まあ幽霊はな、それはクラクション鳴らせや夜中に鳴らせや誰でもビビって声出すぞ。あんなもんキャッと入って。ここダムの展望台が多いね。ね、あちこち見どころがいっぱいある。見どころってただの水やろ。紅葉を見に来い。なんで下しか向いとらんのや。上見ねえな俺。まあいい景色っちゃいい景色ね。あ、3つ目のトンネルです。3つ目やっと来た。え、ここ降りられるやん。キャンプできるやんか。ここまで来てるね。あのバーベキュー。なんであなたは心霊スポットでキャンプをさせたがるのか。面白いじゃん。はい、ここがね、僕ら初めてですね。3つ目の、なんでクロクション鳴らしたかって知らねえし。なんか欲しくてじゃないか。なんかクロクション鳴らすといいって言うけど夜だったけどさ。あれ、今度また違う道行っとるやん。うん、違う道使って帰るよ。あ、トンネルあるやん。あ第4トンネルが発見。こっちにも
トンネル、こっちにトンネル道あったりしないだろうな。うわ、狭っ。ビビった、なんかめっちゃ中暗くて、これなんか良さそうじゃない、なんか良くね、ここなんかオーブぐらい取れそうだな。なあ、このジメジメ感といい、来るなんか言った、さっきの道来る、今ここまで来る。でもトンネルをさ、だから要はマリア行ってからこっちに来るといいことが起きるっていうんやん。ちょっとやってみようか、それ検証しようか、マリアさんが検証。はい、では、びっくりした、知らね。おい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 、後ろと前とかオリアン作る、怖っ、帰ろう。うっそ、あやべえ、俺今心臓止まれそうになった。オーブ取るより難しいやろ、俺らから言わせると。俺らのなんていうの、その世間の知らないっぷりがすごいのか、単純に、あー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 あ